板垣大輔、板垣大輔、板垣大輔、天保八年四月十七日、千八百三十七年五月二十一日、大正八年、千九百十九年七月十六日は、日本の武士、土佐藩士、政治家。陽明は井之助。大輔は通称。忌み川はじめまさみ、後まさかた。号は無形。栄天は、十一位、君一頭伯爵。 土佐三白の一人、他に、後藤祥二郎、佐々木隆行、明治維新の元君、自由民権運動の主導者として知られ、庶民派の政治家として国民から圧倒的な支持を受けていた。公共後も、民主政治の草分けとして人気が高く、第二次世界大戦後は五十戦政府紙幣、日本銀行券 b 百円券に肖像が用いられた。天保年月日、 1837年5月21日、土佐藩上司、馬回り格、三百国、犬井真笹茂の着難として、高知城下中島町、現高知県高知市、本町通り二丁目に生まれた。なお、犬家は、武田信玄の重臣であった、板垣信方を外した家柄である、大助の副製については口述。後藤昌次郎とは、筑馬の友である。 坂本龍馬とは親戚にあたるが、大輔は、同じ土佐藩の中岡慎太郎の方が気脈が、通じたらしく講義がよく知られている。しかし、龍馬の桂小五郎宛の書簡には、犬井大輔を紹介する記述があり、また大輔も、龍馬の脱藩の斜面に奔走するなど、面識があり互いに尊敬し合う関係であったようで、ある。上司と下手の身分が確立されていた土佐藩の中で、 谷盾や佐々木孝之と同じく歌詞に対し寛大だった。少年期はワンそのものであったという。大輔は晩年、自分の少年時代を振り返り、母が世を戒めて言うに喧嘩しても、弱い者をいじめてはならぬ。喧嘩に負けて帰れば母叱って、すぐに門に入れない。成長すると、また仮にも卑怯な挙動をして、祖先の加盟を汚してはならぬと教えられたと、十回している。 安政三年、一八五六年八月八日、高知城下の四家村、小高さ、塩へ、下地、甲の口の金足を命ぜられ神田村に抒居し、ここで身分の上下を問わず、諸人と交わる機会を得る。一時は、家督相続すら危ぶまれたが、父、正重の死後、家禄を二百二十国に減ぜられて、家督相続を許された。文久元年、 1861年10月25日、エドルス巨薬県軍備御用を行付けられ、11月21日に、高知を出て、江戸へ向かう。文久2年、1862年6月、小笠原忠八と共に、佐々木隆行に愛勤堂に、陣中することを誓う。10月17日、山内陽道の午前において、寺村道成と時勢について、対論に及び、 尊能上位を唱える。文久三年、1863年1月4日、高輪の薩摩判邸で、大久保はじめ像、後の利道に会う。1月11日、陽道に随行して、上落のため、品川を出版するが、悪天候により下田港に漂着する。1月15日、陽道の本陣に、勝林太郎、後の海修を招聘し、 坂本龍馬の脱藩を許すことを協議。4月12日、土佐に帰範する。慶応元年、1865年1月14日、洋式騎平術修行を命ぜられ、江戸で、幕臣、倉橋長戸守、る、騎平党や深尾正五郎、岐平佐し図役、東ドリラに、オランダ式騎平術を学ぶ。慶応2年、1866年11月、 薩摩藩士の吉井と美らと交流する。慶応三年1867年2月、水戸刀市の中村雄吉、相良創造らを独断で江戸の土佐藩邸にかくまう。大助は土佐藩の上司としては珍しく武力倒幕を一貫して主張していた当時の土佐藩上司は抗議制大論が主流。慶応三年1867年5月には上落し、 前月に脱藩の罪を許されたばかりの中岡慎太郎の手紙を受けて5月18日、京都の料亭、金安楼で、福岡当時、船越洋之助らと共に中岡と会見し、武力倒幕を議した。さらに5月21日、中岡の仲介によって、京都の小松政連邸で、土佐藩の谷田立木、森京介らと共に、薩摩藩の西郷吉之助、後の流星らと、 武力倒幕を義し、大輔は、戦となれば、反論の遺憾に関わらず、必ず、土佐藩兵を率いて、薩摩藩に合流すると決意を語り、薩土密約を結ぶ。翌日、大輔は、山内陽道へ拝越して、次世が武力倒幕へ向かっていることを解き、江戸の土佐藩邸に、水戸老子を密かにかくまっている事実を告げる。5月27日、薩土密約に基づき、 大阪でアルミニー1 3 0 0兆を購入し、6月2日に土佐に帰国、藩の大観察に復職し、7月22日には軍政改革を指令する。8月20日、土佐藩よりアメリカ合衆国派遣の内命を受ける、後中止。9月6日、土佐金納刀弾圧で投獄されていた島村寿之助、安岡角之助等を釈放する。これに応じ、 七軍金納党幹部らが義して、大助を名手として、倒幕挙兵の実行を決議する。十月、土佐藩邸にかくまっていた三とろ氏らを、薩摩藩邸へ移す。母親戦争では、土佐金納党の流れを組む大使を集めた、春将大総督として、土佐藩邸を率い、東山道戦法総督府の参謀として従軍した。天領である、 甲府城の昭和木前の美の大垣に向けて出発した慶応四年八百六十八年二月十四日が祖先、板垣信方の没後三百二十年に当たるため、会、現時の流れを組む旧武岳家臣の板垣氏の末裔であることを示して、会の国民衆の支持を得よと岩倉智美等の助言を得て、板垣氏に生を服した。この策が講じて、 公州勝沼の戦いで、大久保山と近藤勇の率いる新選組を撃破したばかりではなく、その後に江戸に転戦した際も、旧武田家臣が多く召し抱えられていた八王子千人、同心たちの心を和らさせるのにも絶大な効果があった。東北戦争では、三春藩を無血解除させ、日本松藩、仙台藩、合津藩などを攻略するなどの軍校によって、 小天六千国を賜っている。明治元年、1868年12月には、反陸軍総督となり、過労閣に進んで、過六六百国に加造される。官軍の将でありながら、維新後すぐから、俗軍となった藍津藩の心情を思いぱかって、名誉回復に努めるなど、徹底して公正な価値観の持ち主であったため、多くの合図人が、維新後、 感謝の気持ちから土佐を訪れている。明治2年、1869年、木戸高義、西郷高盛、大隈重信と共に参与に就任する。明治3年、1870年に高知藩の大参事となり、人民平均の利を発令する。明治4年、1871年に参議となる。明治6年、1873年、 処刑問題に橋を発する度重なる朝鮮国の無礼に世論が沸騰し、板垣は率先して、聖寛論を主張するが、欧米視察から帰国した岩倉ともみら恩恵派によって、閣議決定を保護にされる聖寛論争。これに激憤した板垣は、西郷隆盛らと共にげや、世論もこれを圧倒的に支持し、板垣、 西号に習って、職を辞する官僚を六百余名に及び、板垣と土佐派の官僚が、土佐で自由民権を唱える契機なった、明治六年政変。芸屋後、大助は五箇条の御正門の文言、満期公論に、決すべしを根拠に、明治七年、千八百七十四年に、愛国高等を結成し、後藤昌二郎らと際に、民選議員設立憲白書を提出したが、却下された。 また、高知に立志社を設立した。明治8年、1875年、大阪会議によって参議に復帰したが、民衆の意見が入れられる、議会制政治を目指し、間もなく辞して、再び自由民権運動に身を投じた。明治14年、1881年、10年後に帝国議会を開設するという国会開設の、見事のリが出されたのを機に、 自由党を結成して、総理、党首となった。以後、全国を遊説して回り、党勢拡大に努めていた、明治十五年、1882年4月、岐阜で遊説中に、傍観、愛原直に襲われ負傷した、岐阜事件。その際、板垣は襲われた後に、竹内綱に抱きかかえられつつ起き上がり、出血しながら、我死するとも自由派視戦と言い、 これがやがて、板垣シストも自由は死せずという表現で広く伝わることになった。この事件の際に、板垣は当時医者だった後藤新平の診療を受けており、後藤は各下ご本会でございましょうと述べ、療養後に彼の制裁を見抜いた板垣は彼を政治家にできないのが残念だと語っている。11月、後藤章次郎と要望し、翌年の6月に帰国した。 明治十七年、千八百八十四年十月、自由民権運動の激化で、カバ3事件が起き、自由党を一旦解党した。自由民権運動家の立場から、家族制度には消極的な立場であり、受赦の直を二度断っていたが、明治二十年、千八百八十七年五月、三個の例、三度の廃寺は不敬に当たるという故事を、周囲から悟され、三度目にして、 やむなく白爵位を重尺した。その結果、衆議院議員となることはなく、家族党首には、衆院選の非選挙権がない。また、貴族院でも、白爵議員の五選にも、直選議員の任命も辞退したた、帝国議会に議席を持つことはなかった。大道団結運動の分裂後、帝国議会解説を控えて、高知にいた板垣は、林宇蔵らと共に、愛国高等を、 再び組織して、第一回衆議院議員総選挙に対応した。明治23年、1890年の帝国議会開設後には、河野博中や大井健太郎らと共に、旧自由党各派、愛国高等、自由党、大道クラブ、九州同志会を統合して、立憲自由党を再興した。翌年には自由党に改称して、党総理に就任した。明治十九年、 1896年、議会内で孤立していた自由党は、第二次、伊藤内閣と協力の道を歩み、板垣は内務大臣として入閣。続く第二次、松方内閣においても留任したがすぐに辞任した。明治30年、1897年3月、自由党総理を辞任している。明治31年、1898年、対立していた。 大熊重信の進歩党と合同して県政党を組織し日本初の政党内閣である第一次大熊内閣に内務大臣として入閣する。そのためこの内閣は通称ワイハン内閣、ワイハン内閣、大熊の熊と板垣の板を合わせたものとも呼ばれる。しかし内閣は内紛が激しく4ヶ月で総辞職せざるを得なくなる。明治33年。 1900年、立憲政友会の創立と共に政界を引退した。政界引退後は、明治37年、1904年に帰還し、友愛を創刊したり、同40年、1907年には、全国の家族に、書面で家族の世襲禁止を問う活動を行った。大正2年、1913年2月に、ひ田卓くを中心に結成された。 立憲青年自由党の相談役についた。大正三年、1914年には二度台湾を訪問し、台湾同化会の設立に携わった。大正八年、1919年7月16日、皇居。去年83、法名は、国光委員連、県徳道窓か大古寺。なお、一大家族論という主張から、着難。 ほ太郎は自ら敗着し家督相続を遅らせたため、板垣家は花の栄典を喪失した。従術はドンテキ将軍足術を本山断造に学んだ。板垣大助は明治十五年1882年に岐阜で相原直に襲われた際、とっさにドンテキリューのあてみで反撃をした。この時、 敵の心臓を狙って、肘で当て身をしたが力が入れすぎたために下にずれて、腹部に当たった。後の取り調べで、相原直が警察に、ヒバラが充血して、痛みに耐えられん、言ったので、調べてみると、ヒバラが黒い痣になっていたという。岐阜事件の後、板垣は、命が助かったのは、死のおかげと思い、本山断像に贈り物を贈り、このことを話したところ、 本山断蔵は板垣に教えた武術が実地に功を奏したことを喜びどん適流の開伝免上を授けたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。